前回のこともある、館付近にトラップ魔法を仕掛けておかなきゃね。防犯面も強化しなきゃ。あった、これだわ。なるほどね、見放された妖怪が行き着く場所。か、確かに私たちにぴったりな場所ね。転移魔法でどうにかできそうだけど。空間を通っていかなければならない、時空魔法が必須ね。時間を止めるよりかは簡単そうだけど、それなりの力がいるわね。時空魔法と回復魔法、私の苦手分野が必要になってきたか。ちょっと真面目に集中して頑張らないと。回復魔法か。イゲネくらいなら頑張ればいけそうだけど、徐々に体を癒すなんて、戦闘中ではあまり役に立たなそうだけどね。レミーは今頃フランと話しているわね。大丈夫かしら。王の前で倒れてたって、それって。あれ、あなたはそう考えてるの？あの子は子供よ。親が目の前で死んでいれば、誰だって気を失うわよ。そうだけど。そっち、親友として、あの子の姉として言わせてもらうけど、父上に関する話は、あの子の前ではしないでほしいわ。あの子が父上の死に関わっているにせよいないにせよ、当時のショックはかなり大きい。苦しい思いはしてほしくないのよ。わかった、約束するわ。誰に殺されるかわかっていたのね。だから誰にも見られないように命令した。父親として、娘のために最後。確かに、これは話すべき内容じゃないわ。忘れましょう。いや、絶対に嫌。もう誰かが傷つくところを見たくないの。いいよ、私はずっとここにいるから、ほっといてよ。フラン。あなたが嫌なら、私は無理強いさせるつもりはないわ。戦わなくてもいいから、せめてここを出てほしいの。ここを出たら、今度はお姉様たちを傷つけちゃうかもしれないんだよ。私はそんなの嫌だよ。気にしすぎよ、今までにそんなこと、一度もなかったじゃない。お姉様はわかってないんだよ、あいつは悪魔なんだ。あら、ふ、私たちだって悪魔みたいなもんじゃない。確かに、強い力を持つと怖いわよね。いつか誰かを傷つけるんじゃないかって。だけど、私は強い力が羨ましい。どうして？だって、それでフランや竹を守れるんだもの。どんな怖い力を持ってたとしても、使い方さえ間違えなければ。それは、大切な人を守る力にもなるのよ。守る力？そうよ。フランは、私たちが傷つくことを、誰かが傷つくことを恐れている。そうよね。うん。これからね、きっといろんな人と出会うと思う。話し合いなんて通用しない人もいるわ。その時は、嫌でも戦わなければならない。今は、私と竹しかいない。力には自信あるけど、やっぱり人数も増えれば、前みたいに苦戦することだってあるわ。傷つけたなんて思ってるかもしれないけど、違うわよ。私たちはフランに助けられたの。あなたがいたから今の私たちがいるの。フランが私たちを支えてくれたように、私たちもフランの支えになる。だから怖がることないのよ。人の数だけ、そばがあるのよ。あなたにも、外に出ていろんな人のそばにいてほしい。その力と笑顔で守ってほしいわ。戦うかどうかはわからないけど、ここを出るよ。もし、この力が、お姉様たちを守る力になるなら、できれば頑張りたい。だけど、まだ少し怖いから。フラン、大人になったわね。偉いわ。別に、そんなんじゃないよ。ここが退屈なだけだもん。確かにね、私だったら、退屈で死んじゃいそうだわ。この力、みんなのために役立てるかな。きっとね。私たちを、自分を信じなさい。うん。お姉様、ありがとう。どういたしまして。お帰りなさい、フラン。ただいま。はぁ、一度場所を移動する？そうよ。なんでよ、トラップ魔法だかわからないけど、それやったんでしょ？それに別世界の話ってのは。トラップなんていつまでもやってられないわよ。維持するのも大変なんだから、それに別世界に移動するには、時空魔法を覚えなきゃならないの。それに、もう完全に居場所がバレて透明化が無駄になってるし、時空魔法も数ヶ月やら数年かかるかもしれない。だったら拠点を変えて透明化しちゃった方が楽よ。転移魔法なら、それほど難しくないし、ほとんどバレる心配もない。それになんでこんな頂上に建ててるのよ。明らかな場所っぽいじゃない。移動して食材探すのも一苦労なんてもんじゃないわ。それは私に言わないでよ。それと、内装も少し変えちゃっていいかしら。暗くてたまんないのよね。夜行性なんだか知らないけどさ、私読書するのよ。目を悪くするっての。知らないわよ。勝手にすればいいでしょ。だけどあんまり変えないでよね。場所わからなくなっちゃうんだから。わかってるわよ。それで、フランは何してるの？ああ、今はね。力の使い方を勉強中よ。能力の性質かわからないけど、適度に放出でもしないと、また石を乗っ取られるかもしれないからね。魔法に破壊という属性は存在しているし、同じ感じでいけそうな気はするんだけど。ダメだよパチュリー、全然出ない。あら、それじゃあトイレでやってみる？違うもんが出るだろうが。全然わかんないや。私にできるかな。まあ、少し時間はかかりそうね。気楽に行きましょう。あんた結構余裕そうね。そんなゆっくりでも大丈夫なの？
どうせ私が覚える魔法に時間かかるしね。覚えながらフランの訓練をするわよ。問題はあなたよ、レミー。え、私？私は今後のために魔法の勉強、フランは修行中。あんたは何してるのよ。え、そうね。二人も応援しようかな。いらないわ、部屋の掃除してなさい。なんで私がそんなことしなきゃなんないのよ。レミー、あなたは気づいてないかもしれないけど、私がここに来てから一度でも掃除したことあるの？この館。ずっと思ってたんだけどさ、埃っぽいのよねこの館。私これでも病弱なわけよ。ハウスダストとかきついわけ。その辺なんとかならないの？あ、確かに何年も掃除してないわ。道理で息苦しいと思った。そこは気づけよ。え、私が掃除するの？王なのに？主なのに？マジで？王たる者はね、レミー、部下がやってる業務を全てこなせるくらいできないとさ、今後新しい新入りが来た時、絶対尊敬されないわよ。え、あの人何もできないのに王様ぶってる。ぶっちゃけ邪魔でしかなくね。私もうやめます。そんなことになったらどうするの？それは確かにまずいわね。考えたら私何もできないかも。わかったわ。そのうちフランにも教えたいしね。掃除頑張って覚えてくる。さすがレミーよ。なんかカリスマっぽいわ。当たり前よ。カリスマだからね。よっしゃー。頑張るぞー。なるほど、カリスマって言葉に弱いのね。レミーを操作する魔法を覚えたわ。さて、私も頑張らないとね。天に魔法か、うまく活用できれば、わざわざ外に出てまで食材漁らずに済むかも。さて、フランは？あれは諦めた顔ね。はぁ、くそ。せっかくリノアを見つけたのに、取り逃がしてしまった。こんな能力がなければ、私は。しかし、一体どういうことだ、なぜ自分を昨夜と。イデアの娘であれば、名前はリノアなはず。親が死んだショックで、自分で勘違いしてるのか。まあ、なんでもいいか。あいつがハエンの力を継承してるのは間違いない。どこかの病院にいるはずだが、魔法や術を使うたびに瀕死になるんじゃ厳しいか。代償が徐々に上がってきている。誰もいない隙を狙いたいが、いつから人間はこんなに増えたんだ。人間の戦力を舐めてはいけない。ハエンもそれで敗北したと聞いてるからな。うん。確か先代の王に仕えてたやつだな。なぜここにいるんだ？まさか、高魔館が倒壊し、吸血鬼どもが敗北したわけでもあるまい。それでは予言が外れてしまうからな。ありえない。ふ、もしかしたら、嫌気がさして抜け出してきたのかもな。ちょうどいい、あいつには協力してもらおう。それにしても、あいつは一体どこに向かってるんだ？な、消えた。クソ、一体どこに？バレバレですよ、あなた。貴様。おっと、動かないでください。背後を取られた時点で負けだと思った方がいいですよ。安心してください。話してくれれば命まで奪うつもりはありません。なぜ私をつけてきたんですか？お前、先代の王に仕えてたやつだろ。確か、本命林。なるほど、道理で見覚えのあるお姿で。つまり魔導士ですか？魔導士がなぜここに？それはこちらも同じだ。なぜここにいる？何をしているんだ？あなたからどうぞ。別に、人を探してるだけだ。それに私はもう、あいつらの仲間ではない。どうだ、私の仲間にならないか、吸血鬼どもに復讐するんだ。興味ありませんね。お前ほどの力がありながら、なぜ使えるんだ？聞けばお前、あの武術の継承者だそうじゃないか。いかなる相手でも、一撃で仕留める力があるとか、その力なら、吸血鬼どもを根絶やしにできただろうに。お前も恨んでるんだろ？だからこんなところをうろついてるんだ。勘違いしないでいただきたい。私は別に恨んでいませんよ。それに、武術を復讐の道具に使うつもりはありません。それと、あまり目立った動きをしない方がいいですよ。吸血鬼同様、魔女狩りはまだ終わっていないそうなので。自分の身の心配をした方がいいんじゃないですか？貴様。大丈夫ですよ。あなたの狙われているということは、吸血鬼も同じです。何もせずとも、吸血鬼も時期に滅びますよ。それでは。何も話さず逃げるとは、気に食わない野郎だな。吸血鬼は時期に滅びるだって？そんなことはわかってるんだよ。自分の手で仕留めるから面白いんじゃないか。必ず私の手で殺してやる。それと本命林、次見つけたら必ずお前を利用してやる。誘いを断ったことを後悔するんだな。危ないところでしたね。魔導士は妙な術を扱うって聞いてましたから、一応気で身を守っておきましたが、相手にその気がなくてよかった。あの様子だと、またいつか現れるかもしれませんね。ですが高魔館は一体どこに、なぜ突然消えたのでしょうか？お嬢様たちがまだ生きてるならいい。ですが早くお会いしなければ、いつお嬢様たちの命が狙われるか。こうしてる間も戦ってるかもしれない。なぜ気で探れないんだ。とりあえず、また別の場所を探してみましょう。あ、ダメだ。もうやりたくない。なんでこんなクソ広いのよ。3人しか住んでないのに、ばっかじゃないの？あ、そうだ。内装変えるって言ってたし、部屋も少し狭めようかしらね。レミー。あらたち、どうしたの？
天衣魔法が完成したわ。もうできたの？早いわね。それで、いつ移動するのよ。ちょっとパチ。もしかして、今から？